ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は東池袋自動車暴走死傷事故について解説するぜ。うわ、それは私でも知ってるわ。かなり闇が深いと言われている事故よね。そうそう。この事故は2019年4月19日東池袋の交差点で起きたとても悲惨な交通事故だ。2021年9月2日に判決が出たから、最近もかなり話題になっているな。概要は知っている人も多いと思うから、ささっと話していくぜ。よろしく頼むわ。2019年4月19日12時25分頃、板橋区に住んでいた当時87歳の飯塚幸三被告が運転していた乗用車が暴走。なんとノーブレーキで横断歩道に突っ込んでしまったんだ。ノーブレーキで突っ込んだの。改めて聞くと強烈ね。なんでそんなことをしたのかしら。容疑者がかなり高齢だったこともあって、ブレーキとアクセルの踏み間違いを疑われているんだ。でも残念ながら裁判では否認しているな。否認って、それ以外に一体何の理由があるっていうのよ。まあまずは事故の流れについて先に解説していくぜ。飯塚被告は当時妻を乗せて運転していた。そしてその車は事故現場手前のガードパイプに接触。その後赤信号を無視して横断歩道に突っ込んで、自転車の男性を跳ねたんだ。ええ。じゃあ人を跳ねる前から異変が起きてたってこと？ああ。自転車の男性を跳ねた後、スピードを緩めずに次の横断歩道で自転車に乗っていた女性とその娘を跳ね、左から曲がってきたゴミ収集車にぶつかった。ちなみにこの時スピードを落とすどころかどんどん加速していたことが後の検証でわかっているんだ。そうなるとますますアクセルとブレーキを間違えたんだとしか思えないわ。だな。この加速がさらに多くの人を巻き込むことになるぜ。ゴミ収集車にぶつかった乗用車は回転しながら、横断歩道を歩いていた通行人4人と信号待ちをしていたトラックにも激突したんだ。そんなにも巻き込んでいたんだ。ゴミ収集車に激突寸前の速度は時速96キロまで達していたとの話だ。そのエネルギーは計り知れないぜ。改めて聞くと本当に怖いわ。それで、結局どれくらいの被害が出てしまったの？死者2名、9名負傷という結果になってしまったんだ。死者が出てしまったのよね。遺族の話を聞いてると、心が痛くなってくるわ。そうだな。亡くなってしまったのは31歳の女性松永真奈さんと、その娘の莉子さん3歳。真奈さんが運転する自転車の後ろに莉子さんが乗っていたんだ。親子が乗っていた電動アシスト自転車の写真があるんだけど、事故の威力を物語っているぞ。きゃあ、引きちぎれちゃってるじゃない。電動アシスト自転車ってだいぶ丈夫に作られているわよね。原因が何であれ、アクセル全開で突っ込んだわけだからな。想像もできないような強い衝撃が加わってこうなってしまったんだ。莉子さんの父親で真奈さんの夫である拓也さんは、看護師から莉子さんの顔を見ない方がいい、と言われたんだよ。辛い。辛すぎるよ。拓也さんは少しだけ莉子さんの顔を見たが、完全に陥没してしまっていたそうだ。葬儀業者からは莉子さんの顔を修復するのに3日間離れ離れになる、と言われて断ったんだよ。事故後、拓也さんは夢の中で真奈さんが、莉子は、この世に顔を置いていきたくないと言って泣くので、困っている。と言っていたと意見陳述で話していたぞ。それほど頭に焼き付いてしまったのね。あんまりだわ。2020年には地元沖縄に小さな家を買って、家族3人で移住するつもりだったそうだ。そんなことを話していた最中の事故だったんだよ。聞けば聞くほど悲しくなってくるわ。やっぱり自動車事故って本当に怖いわね。私もそう思うぜ。この事故以来高齢者への運転能力が疑問視されるようになり、頻繁に高齢ドライバーの事故がニュースで取り上げられるようになったんだ。その影響で自動車免許の自主返納が大幅に増えたぜ。ほんとね。4月に事故が起きてから、自主返納数が明らかに増えているわ。そうそう。飯塚被告もパーキンソン症候群が疑われていて、医師からも運転は許可できない、と言われていたとの話もあるしな。どうしても長い間運転していて自信があると、自分に限っては大丈夫、なんて思ってしまうのかしら。本人だけだと判断が鈍ってしまうからな。家族の力も必要だぜ。しかしそれだけじゃなく、ここからが本題だ。今回の事故には、世間を騒がせた特徴が2つあるぜ。2つの特徴？おう。まず最初は飯塚被告の経歴と事故対応についての話だ。ああ、よく聞くわよね。上級国民は逮捕されない、上級国民だから忖度されている、とか。
それに最初の頃はニュースでも、飯塚被告、じゃなくて、飯塚さん、なんて呼んでたりして嫌な感じだったわ。そうそう。まず飯塚被告はかつて通商産業省の技官、そして納期メーカーの株式会社久保田の副社長を務めていた人で、勲章まで持っているような人だったんだ。だから警察が逮捕しなかったんじゃないか。なんて話が出るようになったんだよ。もし本当だとしたら許せない話よね。人を二人引き殺してたくさんの人に怪我までさせてるのに。ああ。そのあたりについて語っていくぜ。結論から言えば、忖度されているわけでもなく、上級国民だからといって逮捕されないわけでもなかったぞ。でもあれだけの事故を起こしてるのに逮捕されなかったのよ。それに確かこの事故の2日後に起きた神戸市営バスの交通事故の場合運転手が現行犯逮捕されてるわよね。だったらなんで飯塚被告は逮捕されなかったのよ。まあ落ち着け。まず逮捕には刑事訴訟規則で決められた要件があって、それを満たす場合に逮捕することができるぜ。要件、一体どんな要件があるの？逮捕には、逮捕の必要性、が求められる。これらすべてを満たしていた場合は逮捕することができるんだ。ところが一方で、逮捕する必要がない、とされる時もある。この時には逮捕することはできなくなってしまうんだよ。逮捕する必要がない、なんて時があるの？だって悪いことした人でしょ。たとえ逮捕される理由がある場合でも、被疑者が逃亡する恐れがなくて、証拠隠滅する可能性もない場合は、逮捕する必要がない、とされるんだ。なるほど。要は逃げもしないし証拠隠滅もしないなら逮捕しないってこと？そういうことだ。今回の事故の場合は事故を起こした飯塚被告本人も負傷して入院していたんだ。だから逃亡の恐れも証拠隠滅の恐れもないと判断されて逮捕されなかったんだよ。逆に霊夢が言っていた神戸市のバス事故の場合は運転手が入院したわけじゃないから、逃亡、証拠隠滅の恐れがある、と判断されたんだろうな。なるほどね。まあ確かに怪我をしていて病院にいるなら逃げも隠れもできないもんね。でも、じゃあどうして報道では、飯塚被告、じゃなくて、飯塚さん、なんて呼んでたの？まずメディアでは逮捕された場合のみ、容疑者、という呼称をつけるんだ。逮捕されていない場合は、さん、つけや肩書きをつけて呼ぶことがほとんどだな。へえ、そうだったの。じゃあ逮捕されなかったから、容疑者、と呼ばなかったってことなのね。もちろんこれはルールとして定められているわけじゃなく、メディアに判断を委ねられているものなんだ。だから正直どちらでも良かったんだが、一般的な方が選択されたんだな。ある意味特別扱いではなかったってことね。まあそれなら良かったわ。まあ全く忖度されていなかった。とまで言えるかは微妙なところだな。負傷していようが高齢であろうが、当日中に逮捕されて容疑者と呼ばれた人なんて過去にたくさんいるぜ。だが、この類の話で、裏がない、を証明することは難しいんだよ。すっきりしない？でも確かにこういう話は忖度してません、なんて証明しようがないもんね。じゃあ二つ目の特徴は？この事故は裁判での対応や主張のひどさから遺族の感情を逆なでしたことで、かなり話題になっているんだよ。まず前提として飯塚被告は自動車運転の過失致死傷罪で訴えられた。検察側は禁錮7年を求刑したぜ。人が亡くなってるのに禁錮7年なんてちょっと短いって思っちゃうけど。アクセルとブレーキの踏み間違いならそうなるわよね。だが飯塚被告は踏み間違いを否定し、ブレーキを踏んだのに車の電子系統のミスで加速した、と無罪を主張したんだ。車が故障してたの。故障でブレーキが効かなくなるなんてかなりヤバいんじゃないの。いや、どれだけ調べてもそんな証拠は出てこなかったんだ。もし飯塚被告側の主張が正しいとすると、アクセルやブレーキだけじゃなく車載コンピュータとか自動車の中のありとあらゆる箇所で同時に故障が発生したことになる。そんなのいくらなんでもありえないんじゃ。その通り。通常では考えられないことだ。それに事故の目撃者が、ブレーキランプがついていなかった、と証言している。このことからもアクセルとブレーキを踏み間違えたと考える方が妥当だな。あまりにも無理がある主張ってことね。それはかなり心証が良くないわね。ありとあらゆる証拠を出されても、自動車が原因だ、自分は悪くないと飯塚被告は主張し続けている。これには遺族は悲しみや憤りを覚えたそうだ。せめて反省の色が見えれば、少しは前を向けるわよね。そんな態度を取られ続けたらそりゃ怒りたくもなるわ。私もそう思うぜ。飯塚被告は事故に対して安全な車を開発するようにメーカーの方に心がけていただき、
高齢者が安心して運転できるような世の中になってほしいと願っている、なんていうコメントをしているんだ。これはあんまりなコメントね。自分が事故を起こしたってことをちゃんと認識してるのかしら。これにも遺族の松永拓也さんはこうコメントしているぜ。あまりにも軽く、他人事のような発言で、侮辱されているような気持ちになりました。さらにこんなコメントもしているぜ。数々の証拠を突きつけられてもなお口頭無形な主張を続ける被告人に対し、私たちは2年間も苦しめられ、憤りを覚えているのです。そして、とにかく罪を償ってほしい。それ以上でも以下でもないっていうのが心情だ、というようなことを語っていたんだ。愛する妻子を一度に失って、しかも被告人は反省の色が見えないなんて、そんなのおかしくなっちゃいそう。結局この裁判はどうなったの？2021年9月2日、東京地裁で禁錮5年の実刑判決が出たぜ。おう、ということは、アクセルとブレーキの踏み間違いが認められたんだ。まあ、みんなわかってはいたことなのだが、裁判だからな。無実の推定と言って、被告が無実であるということを前提に話を進めなくちゃいけないんだぜ。ちゃんと認められてよかったと言うべきか、裁判で戦った約2年半は何だったんだと言うべきか。事故自体は過失だったとしても、何とも言えない結果だよな。とはいえ、世論や、本人が反省していない様子なども加味され、比較的重い5年になったと言われているぜ。過失としては重い方なのね。そうだな。これに対しての世間の声を紹介するぜ。気持ち的には禁錮5年は短いんだけど、最高7年だし過去の事例とか見ると禁錮5年は妥当なのかな。禁錮5年か。心情としては甘い判決に思うけど法律上この程度なんだよな。ジレンマを抱く声も多いのね。でも一応これで実刑判決も出たんだし一段落ってことよね。まあ一応そういうことにはなるんだが。え、何よ、なんか歯切れが悪いけど。まだ何か問題が残ってるの。飯塚被告の年齢は現在90歳。健康状態もあまり良くない。実刑判決が出たとしても、例外があるんだ。で、例外。なんとなく予想ついたと思うが、懲役刑や禁錮刑の受刑者が健康を大きく害してしまう場合や、死亡する恐れがある場合は、刑の執行を停止することができるんだよ。うわぁ、じゃあ刑が執行されずに、罪を償ってほしいという遺族のせめてもの願いすら叶わないっていうの。その可能性も残念ながらあるな。やるせない気持ちになるわね。さて、今回の事故からどんな教訓が得られるかしら。先にも触れたが、高齢ドライバーの免許返納だな。とはいえ自動車がないと大変な地域では手放しづらいかもしれない。だからこそ家族や地域のサポートが大切なんだ。自治体によっては運転免許証を自主返納した65歳以上の方には運転卒業証書が授与されるなんていう試みもあるぜ。へえ、そんなものがあるのね、知らなかったわ。これで少しでも自主返納することを前向きに捉えてもらえるといいわよね。私もそう思うぜ。一方で返納した方が不便にならないように尽力することだって必要だ。現実的にはまだ難しいところもあるかもしれないけど、被害者にも加害者にもならないように気をつけてほしいぜ。というわけでこの話はこれくらいにするぜ。この動画が参考になったと思ったらグッドボタンを押してくれると嬉しいわ。このチャンネルでは、過去に起こった悲惨な事故から様々な教訓を得られるような話をしていくから、ぜひチャンネル登録もお願いします。あと、この事故を紹介してほしい、っていうリクエストがあればコメント欄に書いてほしいぜ。ご視聴いただきありがとうございました。